さあ、この番組では史上最強と言われるバイオハザード7もアナウンサーが田舎のオタク訪問的なノリで実況すれば怖くない説を検証するため、私、元朝日放送アナウンサーの平岩孝介が全力で楽しんで恐怖を乗り切るという企画になっておりますさあ、今週も始まりました、お家に止めろや第12話ということでね、ご機嫌で今日もやっていきたいと思います。 何やら、ルーカス主催のね、えー、婚活パーティーがあるということで、まあ一応ね、あの、ゾイタはいるんですけれども、様子だけ見にね、まあ、あんまりね、若い子とかたくさんわらわら集まってたら、結構ね、犯罪の温床になっちゃうから、気をつけるためにね、おーっと、ここでカビキラー EX オフロマックスの登場です。先ほど倒したばかりなんですが、ここにもオフロマックスがいました。あの、時計の機械をね、 えー、ギミックを解くために、この時計のね、時刻を見なきゃいけなかったんですけど、10時15分ですね。これを見に来たら、なんと、えー、カビキラ EX オフロマックスまでここに来ていました。まあこうね、プシュプシュして、泡があってからね、5分経たなきゃいけないので、その5分をね、数えに来てるんだと思うんですけれども、まあギャーギャー言ってますけど、無視ですね。 ここはもう、こっちね、こちトラパーティーが控えてるんで、まあ、様子見に行くだけですよ。僕はもう本当に、保護者気分なんで言ったらね、正直しんどいっすよ、行くのは。正直、行くのめんどいっすよ、別に。なんか、そのなんか、みんな行きたがってんじゃないかみたいなテンション出てますけど、僕はもう正直めんどくさい、そんなね、ガキの集まりの、こちとらゾイタンがいるのにね、そんなテンションなんかね、全然上がってないっすよ、もう。この野郎、バカ野郎、お前。さあ、ということでね、時間も見てきましたので、そこに合わせていきたいと思います。10時15分ですね。 ベッドが動きますとこの家にしてはね、なんか割と可愛らしいね、ギミックでしたね。でここでね、リュックサック取るの忘れてたんですよ。ちょっとおっちょこちょいだからね。結構ね、あの、アイテムがね、 割とアイテム管理が逼迫するというか、いろいろね、持ち歩いていかなければいけないタイミングでも結構あったりするので。まあもちろんね、パーティーの時はもうオシャレ決め込んでるから、当然荷物とかリュックは持たずに、もうめちゃくちゃオシャレにセカンドバッグで決めるわけよ。なんかね、また最近ね、若い子の中でもセカンドバッグが流行ってるみたいだから、まあセカンドバッグでカチッと決めて、バシッと行ってやろうかなと思ってます、イ<ー>ひどい匂いだ。 おっとこれはパーティーチケット BA これでパーティーにしっかり参加できるようになりましたあざすここはねお庭でも乾燥させてましたけど第1話ですね懐かしいねあれなんかもうね全部昔のようなことみたいですけどあの鹿とかね牛の足の燻製ですね燻製工場だったようですねまあ副業なのかなまあそういうね、えー、まあ、ビーフジャーキーなりあのー、鹿のねディアジャーキーっていうんですかねまあそういうのを作る場所だったみたいですね ここにも何かないかということであハンドガンの競争弾というねハンドガンのちょっと強いバージョンの弾がありましたまあ言ってもねこれはロケなので、まあ、火薬のねちょっとだけ量が音が大きいような感じで、まあ、差別化を図るというだけのギミックではあるんですけどねちなみにね映画とかこういったテレビでも重機を使う場合は空砲というものが使われます空砲って何かっていうとまあ要は弾頭 あの打った時に銃を撃った時にこに先がね火薬に押されて飛んでくんですこっちじゃなかったですねちょっと戻りますねあの先にこう押されて飛んでくまあそのアポロのねアポロチョコレートみたいなのをこうと銃撃つと飛んでくんですけれどもその先のアポロさチョコレートが入ってないバージョンですねまあ先がこう何も飛ばないようになっていて当然飛んだらもう危ないので,で火薬だけが入ってるって状態でまあその軍隊の訓練とかで使う場合は あのー、なんて言ううだろう前に空砲アダプターみたいなのがあってそれをこうつけてあのー、あとカビキラーですこれもオフロマックスまた右手が大きなスポンジ状ここは一発頭に打ち込んでも横すり抜けていきましょうここもゴリ押しで なんとか抜けきっていきましたまあ、体力はねそんなに高くないので、えー、大した心配はいらないんですけれどもまあ、油断するとね壁キラーも危ないのででねある程度距離を取るとあのなんか溶けちゃうんですよねでもその条件がいまいちよく分かってなくてここを追ってくるんですよねあでこれはやばいオフロマックスのスポンジ攻撃これはリーチが長かったピンチになりました一点目の前全てが血のりだらけになりましたでこうやると追ってこないんですよ そうだ、若い子は捕まったかよー相棒、いいかその二つの基盤でパーティーに参加できるからな遅れねえようになーミアと話をさせろまあまあ、そうわせんなってその前にまずはパーティーだろパーティーの場所はどこかわかってるよな中庭から入れるぞほら、さっさと行けよみんな待ってんだからなみんなって誰だ若いかどうかわからなきゃ意味ないだろ若い子がいなかったら ゾイタンとの関係値をリスクにさらしてまで行く意味がないだろあのバカルーカスがでこれでね、えー、チケットがしっかり揃ったのでパーティーに参加することができるんですけれどもあの子供部屋の、えー、上の屋根裏にちょっとビデオがねあって。 あのまあ、ビ,デビデオの内容が気になるわけじゃないんですけどビデオがあったんで一応ね一応ゲットしとこうかなっていう、ね、アイテムスルーするとこれですね申し訳ないんででここ誰かの天才少年の部屋だみたいな私アホなこと言ってましたけどこれルーカスの部屋でしたねルーカスが子供の頃になんかこう仕掛け作って誰か友達閉じ込めてここであの屋根裏で殺してたりとかまあそういうことをしててでルーカスはなんか頭の写真を撮られて変な病気だよっていう風に病院で言われてたみたいですね ただ、ルーカスはね、いろんな、あの、まあ、チケットも基盤みたいになってましたし、この屋根裏に行くスイッチもそうですけど、結構そういう工作みたいなのが得意だったりとか、まあ、あとパズルがね、239個目みたいな話、昨日ありましたけど、前回ありましたけど、あの、そのあたりからしても、かなり賢い猫だったみたいですね。で、えっ、ー、とー、あのー、 ショットガンの模型を取り忘れていたのとあとは棚の中にね消しからんビデオがありましたんでそれをゲットしてちょっと人形ありましたねこれ階段の上にねこれをなんかまあ、た集めておくというかまぁ、あ、ちょっと裏要素的なあれですけどコスチュームが変わったりするんですかねわかりませんけどまぁ、あ、ちょっとあれもしっかり取って移動していきたいと思いますまぁ、あ、ねちょっとパーティーの前にとりあえずビデオの中身だけまぁ、あ、まぁまぁ、あ、ルーカスのことだからまぁ、あ、もしかしたらねいけないビデオの可能性があるのでその場合はね ルーカスに代わって私が没収させていただこうと思ってますのでその確認をね しに行かななきゃなと思ってますでさっきのねあの映画用の空砲の話なんですけれども空砲って結構難しいのがその実銃みたいに派手にね爆発とか音を鳴らさなきゃいけないんだけど何も飛ばしてはいけないのでここは意外に難しくてというのも銃ってその撃った時の火薬のガスで次の銃を装填したりとかあのいわゆる撃つ準備ができる引き金をねこう引ける状態になってるんですよガスのピストン運動が中であって。 だからある程度の火薬がないとねちゃんと動作しないっていうところは非常に難しいんですよねでもある程度の火薬入れると結構実は空砲自体にも殺傷能力があってまあ当然あの高温のガスが出たりとかちょっとでもこう不純物が例えば小石みたいのがちょっとビデオ始まりますねよよ相棒お前はマジでよラッキーな野郎だぜいやマジお前が羨ましいよなんだ信じないのか <laughs> 嘘じゃねえって絶対楽しいからよ <laughs> これは俺が何週間もかけて作ったんだでやっと完成したんだお前のためになおいおいおい,おいなんだやめろよそんな顔すんなって絶対面白えぞ楽しんでけよ全然けしからんビデオじゃないじゃないかふ <laughs> ざけるなルーカスいい加減にしろ 俺は怒ったぞ。もうあいつだけは絶対に許さねえからな。しかもビデオのラベルに、バースデーとかいうややこしいラベル貼り上がって、普通ビデオテープにバースデーって書いてあったら、私が誕生日プレゼントなの好きにしてっていうビデオだろうが、このバカ野郎。なんだこの気色悪い人形は。しかもただのビデオじゃなくて VR じゃないか。この中に入ってしまった気色悪い。VR はけしからんコンテンツだからこそ輝くというのに、あの野郎何もわかっちゃいない。 ということでね、ルーカスに完全に騙されて、またね、この VR の中に入ってしまいました。どいつもこいつもね、この家の住人はね、脱出ゲームが好きですね、本当にチャンミアといい。全部チャンミアがね、脱出ゲームにハマったところからこれ始まってると思うんですけど、いつまでハマってんだよってね、もう3年前の話ですからね、チャンミアがハマってたのは。VR でね、こんな脱出ゲームやって、ホラーコンテンツやっても何にも面白くないんですよ。ちょっとね、お願いしますよ。何ですかこれなんか色々小細工ありますけど、ろうそくで。 ロープ焼くんですか焼けないのかいあ火対価ロープかいこれはちょっとめんどくさそうなところに来てしまいましたね謝っておっとワンチャンあるか誕生日展開ちょっと明るくなったのでこれは私がプレゼント展開もあるかこのゲームはな辛くて苦しい死に方をしたくないったらここから脱出しないとゲームってんだまあ名前はまだ足りだけどなロールは簡単ローソクをつけてケーキにかけるだけ いいちゃんと笑えよ。お前のパーティーなんだからな。いいかやろやっぱり脱出ゲームかよ。ふざけんなあの野郎こんなとこさっさと抜け出して早く。俺は婚活パーティーに行くんだよ。もうチケットも手に入れたんだ。こんな vr。コンテンツに時間を費やしてる暇はない。なんだ樽からなんか抜けはいいのか。早くしろなんだ。これくそふざけやがってなんかのつまみってなんだよ。バカにしてんのか？この野郎。 つまみを手に入れたんではいはいここにはめれば回せばいいんでしょっつってそ水が消えるうまくはまらないただここは通るたびに水が、えー、出てくるようですねなので、まあ、ろうそくの火が消えてしまうというギミックになりますねトイレおトイレ押せて溢れてくる何かが浮かんでくるこれはもしや人の嫉妬をつかむことになるのかこれは厳しいモザイクも準備しておく なんだこれもや何かも分からないからモザイクもかけられない双眼鏡違う、望遠鏡が出てきました。誰かのお尻から、そのお尻望遠鏡を覗いていく。お尻を覗いているわけではありません。お尻望遠鏡を覗いています。これでも雨で綺麗になるとかそういうオチかもしや。あり得るぞ。おお面白い。なるほど。あれはウォーシュレットだったわけですね。お尻望遠鏡が綺麗になりました。とりあえず外かななんかちょっと外に、 何かが書いてあるとかそういうオチじゃないですかこれルーカスのね考えそうなチャチなネタですよこれでも凍倍このお尻望遠鏡はこれ凍倍なのかなその拡大されてないですよねなんかじゃあ遠くのものを見るっていう感じじゃなさそうですねちょっともう何度も切れてて申し訳ないんですけどあのー、空砲の話ねここで最後にしますけどあのー、その恋し空砲自体も結構危ないよっていう話で あの空砲もそれなりの音と,、えーとーまあ、爆発というかその火が出る発火する火薬の量を入れてるのでちょっとでも銃になんか砂とか小石とかついてるとそれがまあ要は、えー、と銃弾と同じ速度で飛んでいくわけですよ。 だからそれが人に当たったらもちろん殺傷能力もありますしそもそも近くにいるとまあ高圧の本当に高圧のガスが一気に出てくるのでそもそもこう頭を貫通するぐらいの能力があると言われていて実際にまあかなり昔ですけどハリウッドでもあの事故で俳優さんが亡くなったりしてるんですよねこう自分で頭に当てて引き金を引くみたいなので空砲のはずがそのまま亡くなってしまったっていうのがえ悲しい事故が2人ぐらい俳優さん亡くなってたりとか、まあ、結構空砲自体もね危ないですよっていう話ですね でもなんでそんな火薬の量を攻めなきゃいけないのっていうとやっぱりあれなんですよあの次の球がチャージされなかったりとかマシンガンだったら連射できないのである程度のやっぱガスを発生させなきゃいけないという感じでしたねでお尻望遠鏡であれでしたねあのさっきのモニターを見ると3つなんかわけわからないマークがついてたんでこれを揃えてこのしょぼい南京錠を開けて今度は蹴飛ばせば壊れそうですけどねまあ、ちゃんとね謎解きましたよ中からはお尻人形が出てきました お尻に長い棒が突き刺さった非常に不気味なというかかわいそうな人形ですお尻に棒っていうとねあのかわいそうなのがあの棒高跳びってあるじゃないですかすごい長い自分の身長の倍ぐらいの棒を持って え、こう、ぐにょんって曲げて、こう、高く飛べるかっていう、陸上競技のね、オリンピックにももちろん採用されてますけど、あれ、走ってって、棒を突き、そして、ビヨーンっていう時に、棒が折れてね、そのまま自分がその棒に、お尻から刺さってしまうっていうね、事故結構あるんで、結構っていうか、まあ、何件かあるんですよね、かわいそうに。そんな人形でしたね。で、そのお尻人形を供養していく形ですね、燃やしていって、燃やして、中から何が出てきた <laughs> ちょっと、指かびっくりした。 びっくりしたお前ふざけんなお前バカ野郎お前お前俺アナウンサーなんだお前さすがに言葉出さなくてよかったわびっくりしたわなんか人形の指が出てきましたね。で、あとこのロウソクも火つけられるのかなこれ。あれつけられないかな使えばいい。あ、つけられますね。ロウソクも火をつけて何すればいいんだこっち。ロウソク、あーダメか。そうかそうか。だからこれを最後ロウソクに火をつけた状態でケーキに刺せば終わりだから えー、つけた状態で、あの、水が出るスプリンクラーのあの、クランクみたいなのをゲットしなきゃいけないんですよね。ちょっと今度こそ、ほら、さっき燃えてないのに今燃えるんですよ。おかしくないですかこれ。どういうことルーカス。いくら VR。おお何これすごいすごいすごい。PS4 でこれ再現してんのすごいなぁ。あのね、あれビデオデッキじゃなくて PS4 でしたからね。横置気にした。 すごいこれ結構この風船とかまあ粉とか髪の毛とかこういうのって CG で表現するの大変なんですよあの動きがねやっぱ独特じゃないですかであれ全部こう物理演算してこらちょっとこのふわふわした風船の今 PS4 すっごいブンブンいってますよあのファンがふわーって回ってますねこれすごい勢いで PS4 が頑張ってるだいぶこれ回ってますよ本体熱くなりそうな感じですけどこれすごいなー こういうのね結構ね CG の技術的には大変というかめんどくさいんですよねまあ処理がかかるしあと重いのでこれこれだけの風船を風船っぽく出してでさらにそこからまた風船を得るというわけわかんないあれですけどえーこれすごいですねなかなか PS4 でも見ない演算処理だったと思いますすごい回ってますけどそうでここになんか空気出すのがあったのでここを入れてなんかイガイガのね風船を割ると手にね大きな釘が刺さります まあでもこれ VR ですからね、まあ見た目は痛いですけどね、僕はもちろん全然痛くないので,で、お腹には羽ペンが刺さっています。見た目はね、えぐいですけどね、これ VR なんでね、まあでもちょっと不思議とね、ちょっとチクッとするというか、ゾワッとする感覚はね、ありますね。すごいな、これ、最近の技術は。びっくりしたな、おじさん。で、これをなんか人形のところに持っていけばいいんです。多分指があったんで、指が多分なんかキーになるのかなっていう、このね、な,なんかに似てるんですけどね、ちょっと。 さっきのね棒高跳びの話でいうとあのちょっとかわいそうな話しちゃったんですけどあれ結構でも本当大怪我になるというか、ね、お尻刺さっても直腸まで行っちゃうようなあの結構グロテスクな話なんですけど僕は中学校のね棒高跳び実はやっていてあの実はね結構危険も伴っていてまあ、やっぱり自分の体をこうポーンって上に放り投げるためにかなりこう際どい強さというかギリギリの強さのあの棒の反発の棒を選ぶんですあの棒も何種類もあるんですけど。 だからちょっとやっぱりミスると、そのマットが、大きいマットがあって、向こうに着地すればいいんですけど、マットがない、こっち側に、手前側に走ってきた方に戻ってきちゃったりするんですよね。で僕も、あの、結構大きな怪我したりとかしていて、ボードが、まあでもその分迫力がね、人間の力だけではいけないところではあるのでありますけやめてくれども。やめろやめてくれ もう一回もう一回行こうぜ僕らの声ということでお聞きいただいたのは平岩浩介さんのカバーでルーザー米津玄師さんの一曲でしたこれさすがにねこの部分は、えー、ゲームの収録終わってから別の編集の時に声入れてるんですけれども、まあね、結構まあグロい衝撃的なシーンでもあったと思うんで、まあ、皆さんがねいかにこう あの怖くならずに、そしてトラウマにならずに、さらっとお伝えするかなということをね、意識して上で、まあ、ルーザーの曲を歌ってみたというわけではなくて、最近ね、米津玄師さんのえアルバムがですね、Apple Music、まあ、サブスクリプションサービスにそれぞれ登場しまして、最近よくハマって聴いてるので、ただ私が歌いたかっただけとね、いうだけのえ話でした。ええ、それね、皆さんお付き合いいただいて、お聴きいただいたのはこちら、ルーザーでしたという話でございました。ええ、ただのね、自己満でございます。 ええー、でここが開いてもうそろそろねこれもね飽きてきたのでヒヤッつってねあヒヤかこれでクランクも手に入れたのでいよいよスプリンクラーの水を止めることができた上でえー、ちょっと PS4 の音がすごいな多分風船の 3D 処理だと思うんですけれどもあー間違えた消えたえあでもそうかこれ消えるしかないのかということでクランクで水をスプリンクラーを止めてキッチンでロウソクに火をつけて帰ってきてケーキに刺せば この VR コンテンツは終わりそして俺は念願の婚活パーティーに行って若い子とランデブーナイトクルージンした後にまあ憎きルーカスには一発かましてそんでゾイタンとトレーナーハウスで暑い夜を過ごすとイエーイやったぜクリアと思いきや爆発 でもこれは全然問題ないなぜならここは VR の世界だからそんじゃ一丁行ってみっか VR でぶちかます俺のライムがとっても墨みわたる変わらず火の粉は降り注ぐ暑さが肌に突き刺さるそれでも勇気振りかざす体が焼けても食いせがるここで死んだら奴つが突つき上がるだからさっさと VR 売り払うその金で食うぜプリマーハームイエー 今日最後にお聞きいただいたナンバーは MCE さんフューチャリング焼け死ぬ人の断末まで VR でライムスみワタールでした結果全然けしからんビデオじゃなかったわマジでマジでルーカスお前次のパーティーで覚えとけよ次パーティーだかんな いやほんとなんかただただルーカスにこう騙された腹立たしい回になりましたけど次いよいよパーティーなんでテンションぶち上げよいちょまるでいきたいと思いますよろしければグッドボタンにコメントそしてチャンネル登録お願いしますそれではまたお会いしましょうここまで実況平岩孝介でした